長崎医学校は明治初期長崎に設立された管理内視公立の医学校。1857年に長崎に渡来したオランダ海軍にポンペの塾をもとに作られた長崎養生所内に設置された医学所の更新機関である。最初は長崎普通で長崎県の管轄であったが文部省に移管されて管理学校となり、1874年に一旦、 廃止されたが2年後に私立学校として復活1877年県立長崎医学校に改編された。1887年に地方税による公費支弁が禁止されたため存続の危機に立ったが第5高等中学校に統合され同校の医学部となった。これが後に独立し長崎医科大学へと発展したため長崎医学校は 旧姓長崎医科大学並びにその後ろ身である、長崎大学医学部からその源流として位置、続けられている。以下、年月日はいずれも太陽歴。長崎養生所遠隔も参照のこと。旧幕府の医学校、病院であった長崎生徒区間は新政府に接収され、ここを視察した長崎府判事、井上文太の検索により、1868年11月、 長予戦災を初代頭取りとする長崎府医学校、病院に改編された。長崎県医学校は、1871年県から文部省への遺憾で、長崎医学校、学生発布により、第六大学区医学校、ついで長崎医学校と解消を重ねたが、1874年10月12日、台湾出兵により病院設備のみが、 バンチ事務局病院と改編され医学校は廃止された。1875年4月、バンチ事務局病院は県に移管され、長崎病院と解消されたが医学校の復活は、ならず、1876年6月、長崎病院内に、吉田健康院長が馬場を兼任する私立の医学場が設置、開場された。同じ年の8月12日、 ヨハン・エイクマンが監督を務める管理の長崎市役場が病院内に設立され、薬品や食品の検定とともに医学生教育を行った。市役場は1881年7月廃止されたが、長大薬学部の源流とされている。1877年12月、長崎病院医学場は県に移管され、県立長崎医学校が設立。 ついで1883年5月には、医学校通則に準拠し、長崎県立公主医学校と解消した。しかし1887年、直令により、地方税による医学校運営費の支弁が打ち切られることになり、この結果、財政難による医学校の廃止は決定的になった。しかし、同年8月8日、熊本の第五高等中学校が長崎に、 医学部を設置することになり、廃止決定となった、長崎医学校の施設、校舎がそのまま、同校、医学部に、移行医学校長であった、吉田健康もそのまま、医学部長に、就任。1888年3月末で、長崎県立講師医学校は廃止された。在任年月日はいずれも対応歴。長崎医学校の前身たる、長崎生徒区間から、小島号、 アザイナにだけのコーチをそのまま継承した。このコーチは、第5高等中学校時代まで存続し、1892年9月、浦上コーチキャンパスに移転した。この際、小島コーチはしばらく文教場として使用された。その後、浦上コーチのいわゆる、首路が、他には、医学校当時の木造2階建て校舎が、小島コーチから移築されたが、 1930年7月の台風で倒壊、その後再建されたものの1945年8月9日の原爆投下により壊滅した。ありがとうございます。